はい、対戦よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、こしあんです。まなぐり使っていきます。まあ正月のエントマリーがね、10日解放して、まあ、進化の方は何だったっけな、混合かな、なんか混合の駒だった気がするんですけど、まあ、まなぐりの駒になりました。チャージ駒で、2ターン1.3 倍なのを、チャージすると 1.5 倍にできると。あれ2ターン1.5倍、どっかで見たことあるな。どこだったっけな。ああそうそう、今後の祭りと一緒ですね。ただこっちのエントマリーは変身しません。 1.5 倍2ターンするだけです。おかしいだろう。祭りは 1.5 倍から2ターンね、バフして変身して永続バフなのに、なんでエントマリは2ターン 1.5 倍だけなんですか。しかもコンボは 80% 以下で 1.7 倍、どう見ても劣化でしょう。混合が強すぎるんだからね。えちょっとマナグリにももうちょっとエントマリ強くしてくれてもよかったんじゃないですか。 1.6 倍 1.7 倍、それぐらいあってもよかったんじゃないでしょうか。これじゃあコスト15だよ。15ではないか。まあまあまあ、あー来ました。アタックが高いっていうのはいいのかな。バリバリにアタックは高いですね。ただ 1.5 倍するだけなんですけど、そうだな、ぶっちゃけっていうか普通に言うと祭りの、完全介護感ですが、まあ、やれないこともないんじゃないかな。頑張って使っていきます。さあ、うわ、これどうする。まあフェリアのコンボ食らいます、いっちゃいます。メイリーも来るけど、いやアタッカーがいねー。ベルゼ引きて頑張れ。ほら、まあこれで吸収されて1万3000、まあ、ベルゼだよな。ここベルゼブブ引けるか大竹丸引けるかどっちかなんだよな。アタッカーがいない。2枚返しはできるかな。 1.7 倍。うわー、その罠なんですか。取る、いやー取ってもダメだな。次のターン絶対負ける。はい、なんか引いて NK 細胞2倍の 1.7。 飛ばないね。じゃあその罠ゴマ、リリティエで、あれどうだ、リリティエじゃない。まあそりゃそうだよな、リリティエマイティの方が打たれる確率高いよな。終わった。いやー惜しい。ちょっとね、アタッカーが引けませんでしたね。まあ、愛して引いててもよかったんだけど、むずい。マナグリむずいよ。はーい、対戦よろしくお願いします。1.4 倍のペルルライカー。オッケー、ナイス。エントマリー引いてますね。素晴らしい。さあ、どうしたもんかね。カートウッド打つか、サギリから行くか。まあ、カートウッドは残しておいた方がいいとして、じゃあサギリから行きますか。攻めるぜ !XXX! あとは大竹丸、ベルゼブブ、来てくれ、頼む、エントマリオ来てるんだ。マナグリは S ゴマ引かないと殴れないぞ。殴れないかわかんないけども、アイシェも来てくれ、頼む。やっぱりアイシェよ。マナグリに必要なのはアイシェです。速流の乱体と同じ。てか、まあ、アイシェが来ないとどうしようもない。UFA 行きます。よし。ナイスだぞ。正月のエントバリーもしっかりとチャージが溜まってきているんでね。1.5 倍ぶん投げていきたいと思います。で、どうするかな、おばいちさん。まあ、ここで祭りとか来られるとマジでやばいんですけど、そんな簡単にね、置かれてないでしょう。置かれてない、引かれてないでしょ。まあ祭りは引いちゃエントマリー引いてるから、お相手さんも引いてる可能性あるんですけど、わー、えぐいコマ来たんですけど、あれ 1.6 7倍ぐらい出るよね、コンボダメだこれ。カートウッド打ちます、取りに行こう。いやー、このコマは取らなくちゃいけんでしょう、ハーピストエンジェル。ただなー、ここなー、次
コンボしてもダメージ出せないんだよなーってなると、そうですね、え、どうしたらいいのこれ。悩む。大竹丸欲しい。貫通できないんですけど、大竹丸しか貫通ないからさ、うちのマナグリは。でもこれ取った方がいいかな。守護者打つ、どっちがいいんだ。いやー、まあエントマリ打っちゃっていいか。で次のターン、これで、いや、どう、アラジン発動するこれ、しちゃう、もしかして。14000、あれ 60% 以下なってるかもしれない。やっちゃったか。いや、まあまだ大丈夫だ。ダメかもしれない。オロチ出てきた。痛い。なんで1枚返しで1万もだったら S5 万。飛ばせない。コロネ打っても無理。吸収しときますか。まあ吸収してもなんですけどね。アタッカーがいないよ。もうベルゼ来てよ。何なんでしょうね。やっぱりなんか S アタッカーで殴れないとダメージが出ないのか。いや、それともプラスを振ってないのが悪いのか。なんか微妙に火力が出ないんだよな。マナグリ。いや、あと1手耐えればなんですけど。いやー、これあれか。うーわ、愛してきた。遅いって。一旦遅いって。メイリーから打っといた方が良かったかな。これデバフできたから。これ飛ばないよね。ユエファとコンボしても、クソ。いや、ワンチャン耐えれるかもしれない。ホワイトさんがもう何も持ってないっていう状態。2750、2枚返し。まあエンデガで終わりじゃない。あ、普通にコロネでも終わりです。やっちゃったね。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。おー、出た、人種園いくぜー。あー、いいね。こういう引きを待ってたんですよ、僕は。もうサマブラからの X 守護者完璧でしょう。まあお相手さんが X に来る可能性もあるんですけどね。まあそこら辺はどうにか対処しましょう。まあオーラは引いてない。オッケー。その罠は何ですか。まあポリドがそこ、あー完璧、エントマリ最高、イエース。ロック怖い、めちゃくちゃロック怖いよこれ。さあミサトさん、コンボがないから、まあグノーがなければどうにかなるんですけど、入ってるかな人種園って。一応マレッキだからな、マゴマがいっぱい入ってるんで、ワンチャン入れてる可能性はあるけど。罠ゴマ怖いね、これエントマリーの 1.5 倍出すのちょっと怖いね。ひよって、ひよっちゃうか。ひよりますか。スナイフィルから行く。いや、踏み穴はないと思うんだけどね。念には念を入れときましょう。この次にエントマリー打ちます。で、ぶっ飛ばす。完璧よ。でね、こっからアタッカーが来ないとかっていう事態にならなければいいんですけど。D6 来るかな。まあ、D6 だったら、あー、そっちか。いやー、守護者の2枚返しできるね。やっちゃう？やらない。やらない、やらない。あー、2期。とりあえず、エントマリ打ちます。うらー。これで 1.5 倍して、次のターン確実に大竹丸で、飛ばしていくっていうね、計算ですよ。これあれかな？いや、人種ね、さすがにまだチャージ溜まってないでしょ。4ターン、4ターン、全然大丈夫。で、おー、ダブルアズリエル。これは、あれですね。しっかりと準備してきてますね。人種炎を打つ。しかし、もう、手遅れ。いけ、2期。あ、これがしたかった。このダメージを出したかったんだ、僕は。最高に気持ちいいぜ。16000。まあ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 、いい感じ。GG。はーい、対戦よろしくお願いします。コンバットだ。HP、まあまあか。ナイスエントマリー。いやー、打つ駒がねー。エントマリーを初手に打つっていうこともできるけど、まあコンボがなー、発動しなさそうだしなー。しかも、チャージされてないからな、1.3 倍なんですよ。まあ苦渋の決断で、コロネ X 行きますか。もうこれはね、行くしかないんですよ。はい。あとはお相手さんにオーラを引かれてないことを願いながら、僕がね、何かしら、カートウッドだな、カートウッド、もしくはメイリー、そこら辺引けたら勝てると思ってます。
なんかコンボできる駒ください。さあギリいっか、行きましょう。もうこれでね、ダメージを出します。コンバートには勝ちたいんだよ本当に。もうどうやったら勝てるって話なんですけどね。コンバートもね強い。でも、まあ、囲われてないからいいかな。まあ、この進行だったらまだワンチャンあるよ、コンバートに対しては。はい、アイシェか。ここでアイシェ来るのか。じゃあマスティマ切っちゃうか。いや、行く？いや、さすがに行けない。いや、これ行けたかな。エントマリ行って、いやベルゼ引いてたら行ってたな。でもベルゼ引いてないんで。はいはいはい、アステルが来る。めっちゃダメージ出されますね。でもつなげてくれたんで、ここはもうベルゼ来るんかい。おいなら言ってた、言ってたのに。まあ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 、そんなタラレバの話はしてないで。15,000、15,000、次サギリの1枚返しでベルゼで飛ばせるっていうことあるかな。 1.5 倍したんだよ僕。さすがに無理か。 1.7 倍だもんな。コンボがな、2倍あったらいけたと思うんだけど、多分上がり幅的に。ちょっと数値見てみますか。4,085、2.1 倍してる。8,000ちょっと、 1.7 倍。いやー届かないよねこれ。あ、無理だよね、届かないわ。殴る？いやー吸収しとくか。これで吸収して確実に耐えた方がいい。まあコンボがUFAなんでそこまで出ないと思う。あとオーラ引いてないですし、これは大丈夫でしょう。さすがにプロキオン、オッケーオッケーオッケー、耐えたでしょう。はい、ナイス。エントマリの4枚返し作れちゃいましたね。ベルゼブブ打ちます。いやー、まあ 1.5 倍されたらあそこまで火力上がるのか。まあそりゃそうだよな、 1.5 倍だもんいや、はーい、対戦ありがとうございました。ジジイ、はーい、対戦よろしくお願いします。ペルルレイがいるね。ペルルレイちゃんが、わーお、ナイス引き。大竹とベルゼブブ、これは来たんじゃないかな。さあ、まあ、とりあえずイエファで X 行きますか。イエファね、コンボは強いんで、スキルはそんなにダメージ出ませんが、コンボは 1.3 倍上昇の 1.8 倍、マナグリには貴重なコンボ枠。 1.8 倍出せる駒少ないですからね。そっからですよ。まあ大竹マナは残しといていいかもしれない。最後までどっちだろう。ベルゼ打った方がいいのかな。ワナゴもあるか。まあワンチャンワナゴもありえるけど、マナグ、マデッキなんですかね。ファビオ入ってるっていうことは、このペルルレイは、まあ、ただオーラは 1.4 倍の方。そう考えると、ロックだ。やばい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 。いや大丈夫、ロックしていっぱいあるから。おい、なんでそこでロックしたじゃないの。なんでそこでエントマリ上を引いてくるかね、数少ない。ちょっと確率どうなってるんですか。おーい運営さん、まあどうにかなるっしょ。頑張ります。これでまあいけるかな。まあダメだ、あダブルオーラになっちゃった。あはあはあ、もう絶望してるんで、なんか話題そらしますか。もうこの盤面を見てても僕悲しくなってくるんで、話題変化って何があるんだよ。あ、そういえば最近もう1月になったんでね、1月になったっていうことは新しいアニメが始まるじゃないですか。もうこの時期になったらやることは一つ、皆さんのおすすめのアニメは何ですか。見るかわからないですけどね最低。いや本当に興味が惹かれたら見ますよね。えそのおすすめされたので見たって言ったら、もうボッチザロックとか、まだ完璧に見たわけじゃないですけどね、まだほんと数話だけ見ました。いやアニメを見る時間がない。まあブリーチと影の実力者とポポテピビックは前言った通り、その前期は見ました。前期のね、前のシーズンの、まあ、今期は何見るかまだ決めてませんが、皆様のおすすめはありますかって話ね。あったら教えてほしいんですよ。
どんなアニメがやってるのか、おすすめのね。一応ね、1話は見る。おすすめされたら1話は見る。そっから見るか見ないかは、まあ、僕の気分次第。本当に。僕に、もっとアニメをたくさん見れる。時間じゃない。若さが欲しい。若い頃は見れたから。高校生に戻りてー。あの時はアニメ一日中見れてられたもん。今はやっぱ違うことしちゃう。オセロニアとか YouTube とか違うもの見ちゃう。ほんと飛ばさないで。お願い。話をそらしても飛ばされるんですよ。ダブルオーラからこんなことされちゃ。エントマリー、お前がいてくれさえすれば勝ててたかもしれないのに。ロック強いよ。うん、強いです。はい、対戦よろしくお願いします。はい、シンシア花鳥風月ですね。花鳥風月はパチンコと一緒です。いや、パチンコと一緒じゃないか。戦機で運ゲーです。いい戦機を引かれてないことを祈りましょう。通常ばかり、そう、格変に入らないでくださいと願いながらやる。僕もね、やっぱりパチンコね、そう、最近ね、ほんともえ、ゴジエバが入らん。ゴジエバが格変に入らんのよ。本当に結構当たりは引いてるんですよ。もう寝台からの時から打ってて、一応ね、まあ、違う台も打ってるから、ゴジエバ打った中では9回当たり引いてます。9回当たり引いて、格変に入った回数2回。どういうこと？ 50% ですよ。まあ、パチンコにおいて 50% っていうのは本当に振れ幅が広いんで、本当に偏る。偏りすぎ。いやこのまま 50% に収束しないで終わりそうだな。ゴジエバこれから打ってても、もう打たないことにしようかな。やっぱ明日への方向が一番だよ、エヴァは。うん、あれ打っといた方がいい。あれが一番いいです、パチンコを打つ中では。もうゴジエヴァは無理だよ。うん、無理。どうしよう。アベルかよ。もうダメだよ。ねえ、なんで？僕はね、もう前々から思ってます。火炎、やっぱトゥポーンとアベル、これを戦機に入れるのは本当にナンセンス。運営さんにも分かってほしい。なぜ火炎をコンセプトにしてる駒を戦機に入れるのか。戦機っていうのは自分のこの戦機を利用してダメージを出したり、ねえ、こうやって睡蓮でデバフするのが一番なのに。一番ってわけじゃないけどね、やってほしいことなのに。火炎に頼って極炎して、極炎っていう駒が強いから、強すぎるがゆえにこういう違う戦機とかに入れられるんですよ。ちゃんと極炎は火炎後までしか発動しないように規制をしなさいと僕は思ってます。だから、来た、何この3やつ、もう負けじゃん。こんな3やつされたら勝てないって。いや、僕も引き強い。え、これ睡蓮取る？いやどうする、取るか、当てられて、いや殴るか、殴っちゃえ。だって睡蓮どうせあれでしょ、英語もだから、四季折々でそんなダメージ出ないでしょ。次のターンね、エントマリ打ってぶっ飛ばしてやろうと思います。エントマリ打って、もうアタッカー引いて、全ては大竹丸を引くだけ、それで完璧です。もうトゥポーン効きすぎ、もう強すぎ、もうずっといいやつしないでほしい、やめてください。しかもさ、ブランジェッタで召喚しちゃってるからさ、毎ターンダメージ食らうしさ。あ、待って、睡蓮って戦機解放なの？強すぎー、待って強すぎー。やらかしましたね、まさかの戦機解放だったとは。あ、2機来た。はい、全然アタック出ませんけど、もうこれはエントマリ置くしかないよ。じゃあ睡蓮消すしかないね。耐えれるこれ？え、僕耐えれないんじゃない？どうだろう、まあ、お相手さん次第か。もうアベル、デュポン、睡蓮ダメだって。もう全然殴れなかったもん。一応ね、イオラのコンボ4枚返し、いや、リュミエット、アルメンダリス、あとなんだ、ニルス、もうあとトモル、もうここら辺全部終わりじゃないかな。引くなー、お相手さん引いてないでお願いします。極炎の悪口言ってすいませんでした。許して、ほんと許してね、ちょ、許してください、お願いします。反省します。
極煙を入れるなとかも言わないんで、あーありがとう、どうぞ極煙入れてください。これからも勝てたんで、もうすべていいですよ、許しましょう。その代わり今回は大竹握りぶっ飛ばされてください。はい、気持ちいい。やはり僕の動画は大竹力が活躍しないとね。はーい、対戦ありがとうございました。ジジー。